どうも、ひでちゃんのひでかずです。ずっと最近ですけど、草刈りの方やってるんですけど、そもそもなんですけど、草の伸びが遅くなったら草刈りをすること自体なくなるのかなっていうふうに最近考えるようになりました。そこで今回は、チップソーと、ナイロンコードの方を使用して、どちらをこう使ったかで、もしかしたらその草の伸びが遅くなる可能性があるのかなっていう勝手なその妄想というか推測なんですけど、それをもとに今日はやっていきたいと思います。皆さん見ての通りですけど、チップスは鋭利な刃物ですから、植物のその切り口も鋭利にスパッとこう切れると思います。一方でこうナイロンコードの方は草をこう叩き切るという特性上、草のその傷口がこうボサボサになるんじゃないのかなというふうに思いまして、そちらの方がよりこうダメージを与えているんじゃないのかなというふうに考えています。イメージは人間の皮膚の傷なんですけど、鋭利な刃物でスパッとこう切れるより、ノコギリのようなその傷っていうんですかね、そういったそのズタズタというかボロボロになった傷の方が、植物にとってもこうダメージを与えてるんじゃないのかなというふうに考えています。それでは今から検証していきたいと思います。こんな場所を用意してみました。分かりやすいようにチップソーとナイロンコードでどちらが草の伸びが遅いか二手に分けて刈っていきたいと思います。右側の方をチップソーで刈り、左側をナイロンコードで刈ります。条件は5センチメートル地面より高く刈り、草の伸びの公平さのために、熊手で草を取り除き、その後1ヶ月様子を見ていきたいと思います。それでは参りましょう。チップソーの場合だとやっぱり鋭利な刃物なので、こうスパッと切れてる様子がありますよね。あとこちらがこうナイロンコードのその草の稲科の切り株みたいなところですけど、これ結構このボサボサっとしてるんですよね。これって結構ダメージを与えてるのかなっていうふうには思ってるんですけど、これがこうどうなるかですね。ちょっと見ていきたいと思います。はい、それでは、これ結論から言いますと、ほとんど変わらないですね。右側のチップソーも左側のナイロンコードも同じような伸びをしてます。念のために真横からも見たんですけど、やっぱり伸びは一緒ですね。変わらないです。はい、それでは1ヶ月間検証終わったんですけど、
まあ変わらないですね。なんかやっぱり自分のなんかいろいろ思い違いがあったと思うんですけど、まあナイロンコードで切るとやっぱりなんていうんですか、その草の切り傷がギザギザしてて、人間の皮膚で言ったらノコギで切ったような形でズダズダになってるので、まあ修復力が遅くなるのかなっていうふうに思ったんですけど、意外とそうでもないのかな、あの変わらない、まあ鋭利なその刃物で切るのと変わらないのかなっていうふうに思いました。ただなんなんでしょうね、やっぱり草の伸びが違うなと思う瞬間ってもしかしたら皆さんもあるのかもしれないですけど、それって例えば天候の違いだとか、雨が降ったとか、日照りが続いたとか、あとまあチップソーとかで刈ると草がこう被さった上で、まあ、草の伸びが遅くなったとか、まあいろいろ要因があるのかなっていうふうには思うんですけど、ただまあ同じ条件で5センチぐらいの高さでそのナイロンコードと金属刃で刈ったっていう条件だと、まあ見ての通り変わらなかったっていうところですね。もちろんこれは私の家のその場所がこうであっただけで、他ではどうかわからないですけど、そんな結果になりましたっていうことで、まあこれってまあいいのか悪いのか、でも一つまた新たな発見をしましたので、まあ刈る時ですかね、伸びるそのスピードっていうのは同じ高さで刈ればどんなものでももしかしたら一緒なのかなっていうのが分かりましたね。もちろん草が堆積するとかいろんな条件では刈るかもしれませんよっていうお話かもしれません。ここね本当に誰かねお詳しい方でもいいですし、やっぱりねなんか、金属刃がとかナイロンコードの方が伸び遅いんじゃないかとか、そういうちょっとしたことでも構わないのでコメントいただけたら本当嬉しいですね。これねもうちょっとこういろいろ深くやっていきたいと思いますので、ただでも今回もまた新たな発見がありました。皆さん本当にいつもありがとうございます。それでは皆さん次の動画で会いましょう。